ターヌムの岩絵群は、スウェーデン西部の町ターヌムスヘーデ周辺に残る岩石千賀群で、ユネスコの世界遺産リストに登録されている。ターヌムスヘーデは、スウェーデン西部のベストライエータランド県ブーヒュースレーン地方にある人口1600人の町である。この町には、青銅器時代の岩石千賀の刻まれた平面岩としては、スカンジナビア半島で最大級のビトリックホールがある。それは1972年にエージ・ニルセンによって発見されたが、彼はもともと建設工事中で葉っぱを仕掛けようとして偶然発見したのだった。100枚ほどのパネル画に約3000の岩石千賀が描かれている。集中しているのは青銅器時代にフィヨルドの岸辺に当たっていた 25km ほどのライン沿いの地域で5つの区域に分類ができる。それらの面積は 0.51 平方キロメートルほどである。青銅器時代から鉄器時代にスカンジナビア半島で暮らしていた人々は洗練された木材加工技術を持ち、船を使った移動にも長けていた。実際、岩石千賀には、ハヨートスプリングボート型の長い船を描いたものや、荷車の類を描いたものもある。弓を持った狩人が描かれているものもあれば、狩猟の情景を描いたものもある。農作業に従事する人を描いたものもあり、2頭の牛に枝状のものを引かせて工作している絵もある。岩石千賀は、危機遺産に登録されていないものの、環境汚染による浸食のせいで劣化している。この事態に対して観光客に見えやすいようにと赤い染料で塗り直したものもあり、考古学者の狼狽を買った。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。